練習生期間が長かった苦労人 K-POP アイドル11選1、ビリー、スア、練習生期間12年。ガールズ K-POP アイドルの中で最長の練習生期間を経てデビューしたのはビリーでラッパーを務めているスアさん。2010年頃から YG エンターテインメントの練習生をしており、2012年にフューチャー21に登場し練習生として公開されました。2015年9月に Mnet のサバイバル番組アンプリティラップスター2に出演し、番組のパフォーマンスソング Who Am I に参加しています。その後現在の所属事務所であるミスティックストーリーに移籍し、2021年11月10日にビリーのメンバーとしてデビューしました。デビュー前には事務所の練習生ミスティックルーキーズとして公開されており、注目を集めると同時に事務所の1階でリッスンステージと呼ばれるライブ公演にも出演。デビュー前からそのラップの実力の高さが話題になっていました。スアさんのお兄さんは人気ボーイズ K-POP グループアストロのメンバーであるムンビンさんで、お兄さんは2016年にスアさんより約5年早くデビュー。スアさんは兄の活躍を身近に感じながら合計12年という長い練習生期間を耐え抜きデビューを果たしました。2. TWICE、ジヒョ、練習生期間10年4ヶ月。TWICE のメンバーの中で最長の練習生期間でデビューしたジヒョさん。2004年に開催された第1回ジュニアネイバー子役スター選抜大会で2位になったジヒョさんは JYP エンターテインメントのスカウトを受け入所しました。2005年から練習生としての生活が始まりましたが、当時ジヒョさんはまだ8歳。ジヒョさんが練習生になった後、ワンダーガールズやミス A など多くのグループがデビューしていく場面を見送っています。2014年頃にシックスミックスというグループでデビューする予定でしたが、セウォル号沈没事件が起きたことでデビューは一旦延期に。その後次々とメンバーが事務所を退所してしまい、結局このグループでのデビューはなくなってしまいました。このデビュー白紙が決まった時にはジヒョさんもストレスがすごく暴飲暴食してしまったとのエピソードがありますが、ジヒョさんはそのまま事務所に残り練習生を続けることに。その後2015年に放送されたサバイバルオーディション番組 16 に出演し、見事 TWICE としてのデビューを勝ち取り、2015年10月に TWICE のリーダーとしてデビューを果たしました。3. 元メロディーデイ。 4. 練習生期間10年。メロディーデイのメンバーの中で練習生期間が最長だと言われているヨウンさん。2004年に14歳で練習生となり、その後はデビューグループのコンセプトに合わないからとデビューメンバーに入れない日々が続きました。2012年に結成されたメロディーデイのメンバーにようやく選ばれ、2014年に正式にデビューを果たしましたが、その後2018年に事務所との契約が終了し、メロディーデイは解散。メロディーデイとしての活動は実質4年という短い期間でした。ヨウンさんはグループ解散後、その歌唱力を生かしドラマの挿入歌に参加したりソロデビューを果たしています。 4. 宇宙少女ソラ、練習生期間10年。宇宙少女のメンバーの中で最も長い練習生期間を経験したソラさん。幼少期にチョン・ヘビンさんの 2AM という曲が好きで、自身がカバーした映像をネットに上げたところ、いくつもの芸能事務所からスカウトを受け、メディアラインエンターテインメントの練習生になりました。13歳の頃に練習生になり、途中で事務所を移籍、スターシップエンターテインメントの練習生となり、2016年2月に宇宙少女のメンバーとしてデビューしています。先輩グループであったシスターのメンバーよりも長い練習生期間を経験していて、練習生の間には先輩アイドルのバックダンサーやミュージックビデオなどにも出演しており、練習生の中でも注目を集めていました。 5. 元プリスティン、シオン、練習生期間9年。プリスティンのメンバーの中で最も練習生期間が長かったのは2000年生まれのシオンさん。2004年に開催されたジュニアネイバー子役スター選抜大会で人気賞を獲得しています。子役としてドラマに出演したり、 LG テレコムや韓国ガス公社ファブリーズなどの CF、 日本でいう CM で活動していた経歴を持っており、練習生といっても知名度が高かったよう。所属事務所であるプレディスエンターテインメントに所属しているアイドルのミュージックビデオに出演したこともあり、バックダンサーを経験したこともあります。シオンさんはプレディスエンターテインメントの練習生として長く在籍していたため、スタッフからも姫と呼ばれて可愛がられていたとの情報もありました。そんなシオンさんは9年という長い練習生期間を経て、2017年3月にプリスティンのメンバーとしてデビュー。プリスティンの解散後にはスヨンガンエンターテインメントに移籍し、女優としての道を歩み始めています。 6. 元プリスティン、ソンヨン、練習生期間8年。プリスティンではシオンさんの次に練習生期間が長かったソンヨンさん。韓国で生まれましたが、9歳までアメリカ・ロサンゼルスに住んでいた帰国子女です。小学4年生の時にプレディスエンターテインメントのオーディションを受け、 FX の曲を歌い見事に合格。2009年に事務所の練習生となりました。練習生の時には先輩アイドルオレンジキャラメルのミュージックビデオにも参加しています。
2017年3月に8年間の練習生期間を経てプリスティンメンバーとしてデビュー。作詞作曲の才能もあるソンヨンさんはプリスティンの曲 WeU の制作にも参加しています。プリスティンの解散後もソンヨンさんはプレディスエンターテインメントに所属しており、作曲家として活動中です。7、宇宙少女スビン、練習生期間8年。宇宙少女のメンバーの中で2番目に練習生期間が長いと言われているスビンさん。幼少期から歌うことが好きだったというスビンさんは、物心がつく前からスーパーなどで開催されるイベントのステージで歌を披露しており、歌が上手だと褒められることが多かったそう。歌手になることを夢見て2008年小学6年生の時に練習生になり、8年の練習生期間を経て2016年2月にデビューしました。8、元少女時代ジェシカ、練習生期間7年半。元少女時代のメンバーで韓国系アメリカ人のジェシカさん、2000年に家族でロッテ免税店でショッピングをしている時にスカウトされ、 SM エンターテインメントの練習生になりました。スカウトをきっかけに家族がアメリカから韓国に移住し、アイドルとしての練習に専念することになったジェシカさんは、練習生時代から練習生ファンダム、現在の SM ルーキーズの中でも特に注目されていたと言われています。練習生になってから7年半が経過したところ、ジェシカさんはデビュー候補メンバーに選ばれ、2007年8月に少女時代のメンバーとしてデビューしました。2014年に少女時代を脱退した後はファッションデザイナーとして活躍しながら女優としても活動しています。9、元ミス A、ミン、練習生期間7年。元ミス A のメンバーであるミンさんはグループの中で練習生期間が最長の7年。小学生の時に JYP エンターテインメントのオーディションを受け合格し、2003年にアメリカに渡り、アメリカ支部で7年間練習生をしていました。当初はアメリカでソロ歌手としてデビューする予定でしたが、ソロデビューが白紙になり韓国に帰国。その後2010年7月にミス A のメンバーとしてデビューが決定しましたが、デビュー準備の最中はなかなかデビューへの期待が持てず、気持ちが前向きではなかったようです。2017年に JYP エンターテインメントの契約満了にて事務所を退所し、2021年にはデジタルシングルをリリースしソロデビューを果たしました。10、レッドベルベット、スルギ、練習生期間7年。レッドベルベットのメンバーの中で最も練習生期間が長いスルギさん、2007年に SM エンターテインメントのオーディションを受け、中学1年生の時に練習生になりました。練習生時代に後輩だった FX が自分よりも先にデビューしましたが、スルギさんは練習生としては当時2年目。しかし FX のデビュー後、ガールズグループがデビューするという話は全くないまま時間だけが過ぎていく日々が続き、 FX のデビューから5年後の2014年8月にスルギさんはレッドベルベットのメンバーとしてデビューを果たしました。11、ブラックピンク、ジェニ、練習生期間6年。ブラックピンクのメンバーの中では最長の練習生期間を過ごしたジェニさん。幼少期はニュージーランドに留学していたジェニさんですが、2010年に YG エンターテインメントのオーディションを受け練習生になりました。練習生期間が長いだけでなく、練習生時代に先輩アイドルのアルバムのフューチャリングに参加したり、ミュージックビデオにも出演していたため有名な練習生だったと言われています。練習生をしながらいろいろな活動を経験した後、2016年8月にブラックピンクのメンバーとしてデビューを果たしました。ブラックピンクがデビューするまでにはデビュー時期が何度も変更になり、デビューメンバーの人数も曖昧なまま時間だけが過ぎていき、ジェニーさんも不安な期間が続いていたのではないでしょうか。しかし現在では個人で高級ブランドシャネルのアンバサダーも務めるほど世界的に人気なガールズグループへと成長しています。今回は練習生期間が長かった苦労人 K-POP アイドル11選を紹介しました。今後も女性アイドルに関する動画を上げていきますので、高評価コメントよろしくお願いします。